ついにこの舞台にやってきました。ロシアが送り込む15歳の天才ジャンパー、アレクサンドラ・トゥルソワ。4回転ルッツにトーループにサルコーに、なんと予定されているのは4回転4本、うち1つはコンビネーションです。このジャパンオープンで歴史を変えるのか。戦いに勝ちますように、そんな祈りから始まります。アレクサンドラ・トゥルソワ、ドラマゲームオブスローンズより。最初は4回転のサルコー予定。4回転サルコー降りました。次はルッツ。4回転ルッツ、きれいに決まりました。次はコンビネーション、トーループ。4回転トーループ、トリプルトーループ、3つ続けておりました。これはすごいです。3種類降りています。ダブルアクセル、ラスト3つのジャンプのうち次のジャンプが4回転最後。これはシーク。4本目の4回転へ。4回転トーループ、着氷した。シングルウーラートリプルサルコ、なんと3連続のコンビネーションにしてきました。トリプルルッツ、トリプルループ、ルッツループのコンビネーションです。トリプルルッツ、ここは単独です。まだ15歳、
されど4回転すべて転倒することなく降りました。天才ジャンパーアレクサンドラ・トゥルソワ、新時代の寵児となるかもしれません。いやすごかったですね。すごかったです。4回転サルコウルッツ、そしてトーループ通りました。予定されていた構成すべてですもんね。成功させました。そのまま、さあこれは一番最初の4回転サルコウですかね、はい、高さもありました。完璧に回っています。実は朝の昨日の練習もそうだったんですけど、はい、今朝の練習でも1回も飛べなかったんじゃないかなというぐらいに調子を落としてたんですよね。まあ、少しなんか緊張があったのか。でも試合になると違いますね。いや驚きましたね、トゥルソワ選手は。はい、しかも途中の4回転トーループを3連続のコンビネーションに変えてきたって。そうなんですね。本来ですと、はい、最後の、ジャンプがトリプルルーツがコンビネーション、3連続のコンビネーションだったんですが、その前に4回転にシングルオイラーからのトリプルサルコーをつけたことによって、はい、またすごいコンビネーションに。そうでしたね、しましたね。これは4回転3回転ですね、はい、やってることはネイサン・チェンと変わらないわけですから。いやもう本当にそうなんですよ、4回転の3種類を4本決めるっていう、はい、もう本当に男子の構成ばりに、はい、鬼構成になっていますよね。すごいですね、うん、それを確実に着氷してしまえるというその、はい、この足の筋肉も本当にすごいなと思うんですけれども、細身ではあるんですが、無駄なものが一切ないという。足であの高さが出せるのかなというふうに思いますけれども、ね、これは驚愕でした、はい、圧倒的なパフォーマンスでした。さてトゥルソワの得点待たれます。どうでしょうか。160.53、 現在のところ1位です。まあネペラメモリアルで出した歴代最高得点を超えることはできなかったんですが、それでも、はい、いやハイスコアです。加点ももらっています。4回転ルーツプラス 2.96 です。さあこの得点がチームヨーロッパに加わって、ここでヨーロッパが2位に浮上しました。4回転を4本見事着氷させました。演技を振り返っていかがでしたか。Я очень рада, так как у меня на тренировке не получилось. Я очень рада, что сделала сальхов после долгого перерыва, когда я его не прыгала. Я его восстановила и показала на соревнованиях. Я очень рада, что я помогла команде. У меня была задача сделать все свое и тогда уже посмотреть, что поставят судьи. Я очень рада. Ну, так как я новичок во взрослом фигурном катании, для меня цель только катать чисто и стараться улучшать себя. А какие места уже посмотрим.